マヌエーラ・ラチンスベルガーは、オーストリア出身の同国女子、AA 代表女子サッカー選手。イングランド FA、WSL 一部アーセナル FC 所属。ポジションはゴールキーパー。6歳でサッカーを地元クラブで始め、若干15歳で、オーストリア、女子ブンデスリーガに属する SV のイレングバッハに移籍した。当初は、セカンドチームでプレーしていたが、 2012年夏以降はトップチームの主力選手として活躍し2012年2013年でのオーストリア女子ブンデスリーガ2連覇を果たし2013から14年シーズンには UEFA 女子チャンピオンズリーグで準々決勝まで進出した2014年の夏ドイツ女子ブンデスリーガに属する FC バイエルンミュンヘンに移籍した2015年 2016年でのドイツ、女子ブンデスリーガ2連覇等を果たした。2019年夏に、イングランド FA、WSL 一部に属するアーセナル FC に移籍。初年度から、政治 e として定着している。U17 代表及び U19 代表でプレーし、2013年以降は、オーストリア女子 A 代表に招集されている。 代表デビューは同年に行われたスロベニア女子 A 代表戦。2015年から2016年にかけて行われた UEFA 欧州女子選手権2017に向けての欧州予選を突破し本大会出場を決めた。2017年7月16日から8月6日にかけてオランダで開催された UEFA 欧州女子選手権2017では全試合に フル出場し3位という好結果を残した。ありがとうございます。